が始まってまいります。これからの社会、ウィズコロナ、アフターコロナ、この社会を託すべき人は誰なのか、これが問われる選挙です。日本の危機を今乗り越えて、そして新しい社会を作っていくためには、当然実績もいる、経験もいる、そして覚悟も必要なんです。今回の戦いでは、久しい皆様に実績を、そしてビジョンを、また久しい日の覚悟を皆さんにお伝えをさせていただきたい。小さいお子さん0歳、お子さんから子育て世代、働く世代、高齢者の皆さんの生活、皆さんのそれぞれの生活をしっかり守る。これからも皆さんの声を形にしていきたい。全力で頑張り抜いてまいりますので、皆さん久しい日、久しい日、何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとう。